あ、こんにちは。斉藤のシンガーソングライターの富田と申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスとして練習されている方に向けて、今日はちょっと以前の動画の、補足ということでお話をしようと思ってます。何の補足動画と言いますかと言いますと、花エッジの、動画の方、お出しさせていただいたんですけど、まあ、その際の、まあ、鼻にかけた状態からこうミックスボイスの方につなげていくんですけど、このエッジのかけ方がちょっとわからないというのはご質問の方をいただいたので、まあ、今日はちょっとその深掘り動画、まあ、フォローということで、フォロー動画ということで今日お話ししようと思います。まあ、このエッジをかける、このエッジのかけ方が意外とやっぱりまあ、エッジボイスの要領でやるんですけど、これがまあ鼻にかけた状態のエッジがなかなか意外と難しいということがあったので、今日3つポイント3つぐらいにこう絞ってちょっとまあ実演しながら、まあ、鼻エッジをうまくかけていく、まあ、コツをね、ぜひ掴んでいただければと思って今日動画の方をお届けしてます。ポイント3つ何をお話しするかっていうと、まず1つ目がエッジボイスそのものをまずできるかどうかを確認しましょう。あー、これですね。これがはーんと鼻、ハミングの裏声になってもエッジボイスのこの感じは一緒なので、まずは地声低音でエッジボイスが出るかどうか確認するのが1個目です。で、2つ目が少ない息でエッジボイスを行えているかどうかを確認しましょう。まあ、少ない息というのは「はあ」ではなく「はあ」、まあ、とてもゆっくり。少ない息で行うことがポイント。これが2つ目ですね。3つ目ですね。これがこう私が一番お伝えしたいというか、結構独特な感覚なんですけど、自分の声響きが自分の声がパッと出てまた喉の中に戻って喉仏に戻るような感覚、ちょっと難しいようなイメージなんですけど、まあ、こっち私の個人的な感覚も入るんですが、まあ、喉仏に声が戻ってくる、響きが喉仏に当たるみたいな感じの、イメージを持つといいですよってことの、まあ、3本立てでお話ししようと思いますので、まあ、この練習はあくまで鼻エッジの前の段階のエッジボイスを作るというポイントのお話ですよね。3つのポイントですね。で、最後にこれができたらちゃんとんーとこう鼻エッジボイスとミックスボイスにつながるかどうかも確認してもらうことも忘れずにやっていただきたいと思います。早速ですね、まあ、ポイント1個目からちょっと見ていこうと思います。まず地声、まあ、地声の低音、まあ、できればなるべく自分 の低音最低音に近い本当に低い音でやってみるとやりやすいと思います。まあ、エッジボイスですね。はー、まあ、男性女性それぞれ、まあ、それぞれ人によって低音の息は違うと思うんですが、自分の中での最低音ではーとこんなプチプチ音が出てきたらはーと、なるべく低音で作ったエッジの感じを上げて音程を上げていった時にもプチプチ感を失わないように上がっていくっていうのが結構練習のミソだと思います。あくまでスタートしては低音地声で「みたいな感じで、まあ、ミックスボイスにつながるんですが、まあ、一応ここで絶対大事にしてほしいのは地声低音でエッジボイスの感じがちゃんと出せるかと、これが1個目です。2つ目、まあ、ゆっくり、まあ、少ない息でエッジボイスを行いますということですね。まあ、皆さんの状況がどういうことかちょっと声を聞いてるのわかんないんですけど、はははは、まあ、歌ってる時のようないつも通りの発声息の量だと多分エッジボイスのエッジって作りづらいんですよ。はー、息が、まあ、勢いがついたり強い息が出たりするとあー、こうエッジが崩れてしまうので、まあ、あくまで息の量は少なく、息のスピード、吐くスピードはゆっくり、あーみたいな感じでやっていただくと、まあ、いいんではないかっていうのが2つ目です。3つ目、これがまあ今日の動画の、まあ、本ちゃんちゃ本ちゃんなんですけど、まあ、かなりとっつきにくい私の個人的な感覚の話です。まあ、冒頭にも話した通り、あーエッジボイスなー、まあ、普通のハーでもいいんですけど、声を発声してその声がそのまま、まあ、またちょっとイメージ的にちょっと意味は分からないかもしれないですが、口に戻ってそのまた喉仏の方に声が当たって戻る感じです。まあ、基本的には声っていうのは「は」「ま」前の方にこう吐かれて、まあ、響きがこう広がるわけですが、まあ、そのイメージ的な感覚ですね、あくまで感覚的な話なんですけど「なー」はい、まあ、出した声がはーと本来は広がりますが、そこからまた口の中に戻ってはー
喉ごとこの毛の方に声が戻っていくような感じです。ちょっと曲がるんだけど、漢字で何とも説明でどこまで伝えてもらえたかわからないんですけど、このエッジボイスのポイントはこの喉ごとけと喉を広げるっていうところにあるので、この喉ごとけに声が返っていく、喉ごとけに声を響きを当てるっていう感覚がちょうどこの声帯の閉鎖とこの喉を開く動きに、まあ、ちょっとヒントになりやすい感覚かなと思って、ちょっとまあポイント3つ目としてお話しさせていただいてます。まあ、一応プラスアルファ、まあ、あのポイント3つはまあ今お話した通りなんですけど、どうしてもエッジボイスなかなかできないよって方はモノマネでね、ちょっとエッジボイスの感じを確かめてもらえばと思うんですが、まず1個目は、まあ、車のエンジン音ですね。まあ車のエンジン音はさ、高音まではいかないんですけど、スタートラインとしてはみたいな感じの、まあ、エンジン音のイメージを真似してもらうとか、まあ、あとはいけないんだのこのちょっとなんでしょうね、悪いことをやってる人を見つけた時のみたいなあれです。この時のいけないんだのとかみたいな感じの、ちょっとこう喉の閉鎖、つまりその声帯の閉鎖が強まった時のみたいな感じで、ちょっと声の練習をしてもらうと声帯の閉鎖、つまりエッジボイスの発声の感覚がつかめるかもしれませんということは、今日、まあ、ポイント3つお話しさせていただきました。エッジボイスはね、基本的には、まあ、声帯の閉鎖を感覚、を掴むためのヒントであって、これがそのままミックスボイスに繋がるかっていうのはなかなかまたさらに人によって難しいんですけど、まあ、あくまでエッジボイス、声帯の閉鎖を作り、最終的にちゃんと裏声、まあ、鼻エッジに持っていき、本当に完成形はちょっとミックスボイスの方まで繋げていけて、ようやくこの練習は完成なので、まあ、くれぐれも今日3つお話ししたエッジをかけるこのエッジボイスの発声を確認した後は、鼻エッジに持っていきまして、ミックスボイスの方までつなげる式で練習してもらうと、まあ鼻エッジ、まあ、つまりエッジボイスの練習の意味もちゃんと、成果を上げられますし、まあ、鼻エッジの練習の成果ももちろんミックスボイスにつなげるための練習ですので、まあ、全部セットでエッジボイス、鼻エッジ、そしてミックスボイスという、まあ、段階を踏んで、ぜひつなげていけるように、ステップアップしていけるように練習の方していただければと思います。まあ、一応今日ね、鼻エッジの、エッジのかけ方についてちょっとフォロー動画の方ね、お届けさせてきました。まあ、何かのヒント参考になれば、幸いです。ぜひいいね、チャンネル登録、コメント、お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。